ちょ、ガイガイ、葵、ショー、ユン、アイアムスナーファーストフロアのやつ、違うよなんか、あの、この間僕がいない撮影の時に、はい、ムチネーター、やりました、やりました。ということで、今回僕がアニメのキャラクターでやります。いきます。もう早速いきますよ。はいはい、そのキャラクターは男性ですか。はい。おお、これ大きいね。じゃあそれは人ですか。はい。おお、男で人。男で人。男で人。はい。なんだろう、うわー、でも男性ですかって言ってる時点で、いや、じゃあ男ですか。男性ですか。男だけど獣みたいな。そう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 、獣人。ああ、ドライバー。なるほどね。それは背が高そうですか、背が低そうですか。はい、高そう。はい、じゃあ、がたいがいいってことかな。それはスポーツアニメですか。いい質問、いい質問。でも、これ、想像で言っていい、想像で言っていいの。わかんなかった。ラケット持ってたりしない。多分、いいえ。あ、いいなんだ。これでね、キャプテンソフト。ドッキリもしちゃった。あんなユニフォームの人こんなやつ。そのキャラクターの髪色は金髪ですか。いえ。違うの。実写版をやったことありますか、ないですか。わからん。わからなくてもどっちでもいい。やってそうとか。はいか、いえ。はい。やって結構有名な実写版。背が高そう。ああ。大型巨人とかじゃない。大型巨人。っていうアニメがあるの。アニメ知らない者同士が話してる。こうなるアニメがあるの。進撃の巨人。元ネタは週刊少年ジャンプでやってますか。うわ、いいね、いい質問。わかんないじゃん。わかんないじゃん。はい。いいよ、だいぶ絞られるよ。ジャンプか。ちょっと待って。で、実写やってるかもしれないでしょ。うわ、ちなみにこのキャラの名前も知らないです。マジ？名前も知らなかったです。はい、エース。いや、さすがに分かるでしょ。いや、分かんないよ。日村抜刀斎。え、なんかこれ。あ、そこ。メロニケ、メロニケ剣士ね。はい、緑谷デック。ヒロアカね、実写版。あ、今名前言ってるみんな。そうそうそう。あー、アニメの名前かと思った。違う。強そうですか。はい。おー、まあまあ意外とでも、うん、はい、ラオラオ、ラオって実写版でしょ。え、北斗の拳。ラーメン。カップ麺がこれあるけど。え、なんだろう。え、いやでもさすがに強そう。強そう。でもさ、だってわかんないんでしょ。銀玉とかだったらわかるじゃん、多分。ああ。いやいやいや。出るキャラクターによってはわかんない。あ、本当に何も知らないのか。何も知らないです。で、このキャラクター分かってないんだ。空城城太郎。ああ、違う。ジョジョ。ジョジョ。わかるでしょ。はい。その人の髪色は何色ですか。違う、それダメだ。何色ですかじゃなくて。茶髪ですか。はい。あ、茶髪で、ね、茶髪で背が高くて、茶髪で背が高く男人間。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。茶髪で、でスポーツやってなさそうなんですよ。うん、本当にジャンプかどうかわかんないし。確かに嘘ついてるからね。スポーツ漫画だから嘘はついてないから。これはわかるの。ジャンプ、ジャンプってのはわかるの。わかんない。え、ほら、え、わかんないけど。出てそうか、出てなさそうか、出てそうか。なるほどね。うわ、だから絞りすぎない方がいい。はい。そのキャラクターは主人公っぽいですか。いいえ。違うな。主人公っぽい。主人公ではないのかな。着てる服はカジュアルめですか。いいえ。こいつ素手で戦いそうですか。素手で戦いそう。はい。素手。素手。素手。え、ジャンプじゃないか。素手で戦いそう。茶髪。茶髪で素手で戦いそう。素手で戦いそうな。絵のタッチは硬派な感じですか。男じゃん。男じゃん。そう、なんかザ男みたいな。それとも全年齢向けみたいな。ドラえもんぐらいカジュアルな有名なのか。いいえ。あ、何？後半ではない。後半。はい。
後半なの後半なのね。うわ、じゃあそっち方面か。ムキムキの茶髪なのか、身長高い、素手で戦う有名。だからなんか有名、ゆるい感じではないってことだよね。絶対知ってる。茶髪ね、茶髪で引っかかるな。茶髪引っかかるな。茶髪とかは絶対さ、間違いないじゃん。絶対、とりあえず鬼滅ではないし。髪は短いです。ブリーチしかもさ、大体髪髪短いからも。それは恋愛要素も含まれそうなアニメっぽいですか。恋愛要素もある、ありそうな、ありそうなストーリー。はい。マッチョで、マッチョで。はい、ハンマーバキ。誰だ。ああ、バキ。バキ、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 バキではないわ。だってもうここにだって名前まで出てるから。誰だ。名前も知らないんだけど、タクロ。うん。まあここには出てる。でも読めるは読めるんだよね、それ。うん、知らないんだね。じゃあバキではない。バキじゃないな。はい。はい。名前は漢字ですか。いえ。おお。カタカナだ。カタカナ。カタカナ。進撃の巨人でもない。俺もちょっと難しい。うわ、茶髪でしょ。なんだろう、何があるかな。え、ある道かもじゃないもんな。金茶髪だもん。コニーは茶髪。ああ、じゃあこれはもう。え、一応言った方がいいんじゃない。そのキャラクターは明るめの茶髪ですか。いいえ。じゃあ暗めの茶髪。暗めの茶髪。黒かもしれないってこと。はい。茶。え、進撃の巨人のエレン。違う。主人公っぽくない。結構キリアンとかで。食パン。あれを茶髪という。耳の部分。食パン。顔は四角ですか。食パンじゃないだろ、絶対。で、恋愛要素も確かに。それ以上。ドキンちゃんに。むず。あれなんだっけ、ゴンの色なの。あ、ハンター。ああ、確かに。はい、クラピカ。違う。クラピカって金髪だね。でも、いやでもなんかさ、なんか映りによってさ、茶髪に見えるかなとかさ。でも絶対に有名なものが一番アニメだよね。あの、みんなが話してる中にも漫画作品にはのキャラクターでもありますし、えと主要なキャラでもあります。マジ。え、何が出た。進撃の巨人。ちなみにあれさっき、ルローニケンシン。舞台化じゃない、実写版はされてる。されてそうってことでしょ。いや、多分アニメ作、これがなんていう漫画かも分かってないですよ。なんかもうそれとも何の漫画のキャラクターなのかも分かってないんで、それが実写されてるのかも分かってない。うわー、くすぐどうでよって。いや、面白いと思う。その人は、綺麗系ですか、顔立ち。はい。綺麗な顔立ち。綺麗系。でも後半でしょ。綺麗なのに後半。一つだけさっき言った訂正ヒントを投げていいんで。みんな言ってるムキムキは多分違う。あ、エスカーノールじゃない。エスカーノール。ムキムキではない。じゃあ違う画像を一旦見せますね。違う？全然これ。ああ、ああ。何？変わった？印象変わった？印象変わった？うん。印象変わった。ネームチェンジ。え、でもなんか今違う写真見て、みんなの会話のやつに多分出てる。嘘。え？会話の中で出てる。なんかのキャラクターってのは分かってた。それは進撃の巨人のキャラですか？だって今。はい。おわ！お！やっぱそうなんだ。あるん。え、あるんじゃなかった。進撃の巨人キャラわからん。俺も出てこない。アルベルト。はい、アルベルト。違う。なんだろう。あの、あれだ、あれ。あ、はい。はい。ジャン。おお。はい、コニー。違う。コニー、はい、はいや。はい。リヴァイ。おお、マジか。黒髪やん。黒髪やん。黒髪やん、リヴァイ。わかんないよ、リヴァイ。黒髪やん、これやん。待って、ねえ、茶髪じゃん、これ。これ茶髪じゃん。黒髪だよ、これ。黒髪だよ、黒髪だよ、これ。リヴァイ兵長、黒髪。めちゃめちゃ黒だ。ねえ。めちゃくちゃ黒髪じゃん。なんで。しかも、よくわかったね。黒髪と。一瞬浮かんだけど、茶髪で省いたり。え、多分みんな茶髪で省いてんやろうな。うん。エレンの次に出るよ、絶対。確かに。うわ、でもこれ、なんかさ、あれかと、スパイファミリーの誰かかと。ああ、ロイドさんっぽいじゃん。ロイドさんっぽいじゃん。でも2枚やったらタクロわかるかなと。いや、わかる。わかんない。2枚目のやつが、進撃巨人の衣装だった。ああ、やばいやばい。ちょっとこれ、次、頑張ろう。
何を分かったか頑張るって言うね。早く次の問題じゃね。当てたい、当てたいな。で、ユートに変えてる。ユートを知らない。俺本当に何も知らないんですよ。確かにユートやアニメ。逆に野球以外にしか知らない。体感してほしいわ。一味もわかんないよ。いや、やってみる。え、俺本当に何もわかんない。いや、ユート分かっても。リヴァイもだってしっくりきてないもん。じゃあリヴァイ何がわかんない。でしょ。あ、そう。リヴァイ知らない。おお。野球アニメしか見なかった。あ、野球以外にしか見ない。野球以外。はい。はい。男の人ですか。いや、違います。女の人、女の人。え、ダメこれ。あ、はい。髪はロングですか。はい。おお、まあ、ロングもしくはセンターね。推しの子の愛。でも、違う。確かにそう、メジャーなのに騙してる。髪の毛は暗めですか。いえ。明るい。明るいね。はい。プリキュアのキャラクターですか。違います。あーってなそんなバカそうな質問。いいね、いや、もう撮影してる。はい、はい、ルーシー。違う。おお、魔法使ってそうですか。いいえ。おお、はい、ジャンプ作品っぽいですか。いや、違うと思う。でも、魔法使ってなさそうなんだ。じゃあリゼロとかそっち系は省いていいもんね。あ、でもわかんないじゃん。カメハデなんて何も知らない。フェアリーシャーク。そっか。名前聞いた。はい、その名前は聞いたことありますか。あ、あるんで。名前は聞いたことあるから。そうなんだよ。ああ。え、このキャラクターの。あ、この人なんだってなった。キャラの名前はカタカナですか。はい。お。カタカナ。もうこれなんでしょう。はい。リゼロのエミリア。ああ、なるほどね。さすがにね、タクロさんのギリシってそうですよね。てか、そのレベル。あの、俺でも通ってる。あ、一応通ってはいるの。一応通ってるけど、ライモン中こんなあったっけ。こんなあったっけ。僕も知ってそう。あ、絶対知ってる。じゃあ昔のやつ。はい、はい。セーラームーン。違います。はい。日曜の朝とかにやってますか。その女子向けアニメ、いや、そうだな、その辺の一回一回あ、日曜か分かんないけど朝やってるか。うわー、お、いい質問。結構再放送で朝やってたりするから。あー、確かに。プリキュアでもセーラームーンでもなくてお邪魔女でもないんでしょう。多分。はい、ブルマ。あ、あ、あ、ドラゴンボールの可能性あるのか。しかもあの長い時期、単純にねっていう。ユートが見てた時期が高校生の時期ですか。違います。ジョーでもない。ジョーで見てた時期なんてさ。これちなみに、ある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 。ちなみにユートは高校の時、捕まってるからね。韓国に。じゃあ、教えてあげる。小学校だね。うわこれ結構でかいと思う。そんなレベル。そんな前なんだ。だからやっぱりドラゴンボール。結構前。はい、ドラゴンボールですか。違います。はい、ワンピースですか。違います。え、朝でワンピースでもなんでしょう。なんだろう。結構な人言っていいですか。はい。でっかいおから。イヤリング、じゃあイヤリングピアスがついてます。え？二つ。結構。ドラゴンボールじゃないんでしょ。え、お邪魔女ですか。違います。でもお邪魔女もついてる。お邪魔女は小学生の時にないよ。そのキャラは異常に目が大きいですか。大きい。あ、じゃあほら。そっち系じゃないと。あれやっぱでも通ってると思えないですよ。でもお邪魔女じゃないって聞いたら、え、でもお邪魔女かどうかも分かってないわけない。いや、けど通ったって、いや、通ったって分かってるから合わせない。スコスコここじゃない人も大体通ってる。はい、名探偵コナンのキャラクターは。あ、違います。いや、夜や、夕方や。あー、はい、ポケモンに出てくるキャラ。はい、あ、やっぱり光。違います。はい、はい、あと白菜。違います。うぅ、おい、はい、白菜つく。はい、かすみ。うん、違います。あ、かすみじゃない。だってロングだよね。全然もう言いません。え、もう言いません。同じことは言いません。あれ厳しい。どう言ってたっけ。はい、はい、はるか。違います。うまいねだって思い出してた。俺同じこと言わないから。分かった。はい、わかりませんか。はい、たけし。
ャラクター。違います。武蔵。ああ正解。うわーなるほど、すごいわ。あ、ポケモンさんで、なんポケモンさんで。あ、やばい。うわーこんな顔だった。こんな顔だった。見ないと分かんなくない？うわーやばい。うわ、確かに通ったことあるね。全員通ってるわ、これ。全員通ってる。誰でも事情言うわ。うわ、すげえ。ここは想像せんかったね。うわー。確かに、これだとさ、髪短かったのここから。知らねえね。確かに。確かに。別バージョン、また。何シリーズがいいだろうね。何シリーズ野球やって、アニメやって。それさ、全然さ、YouTuber とか見ないからさ。俺、YouTuber。そうそう。みんな、明らかに TikTok とかで知ってる人を俺やってみるから。インフルエンサーとか。今の知ってない分野でやるのもね。そう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 、素直知らない分野しかないもんね。いや、これ一回と分かる。素直だからもう普通に県庁所在地とかさ、小学2年生確かにさ、県出されてもさ、そう分かんないよね。あの超有名な小説の名前だけ見してこれの作者の名前。あ、確かに絶対分かんないよね。分からんかもしれません。また別のバージョンで進化できると思います。ぜひ皆さんもやってみてください。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。またねー。バイバーイ。